MF デンタルクリニックの安田です。今回とお話しする内容ですが、と虫歯と歯周病菌、歯周病は全く違う病気、同じ口腔内でも病原菌も全く違うというお話をしたいと思います。5つのポイントに分けてお話していきたいと思います。まず第一に、虫歯と歯周病菌、歯周病菌は原因菌が全く違う。次、2番目として、と虫歯がなければ歯周病にはならない、ならない、ならないの。次に3番、と虫歯菌や歯周病菌はうつるの。4番目、と抜歯の原因は虫歯と歯周病でどちらが多い。最後に5番目として、虫歯と歯周病はどちらも治るのについてお話したいと思います。とまず第 1番目の、虫歯と歯周病菌は、歯周病は原因菌が全く違うというお話、ことについてお話したいと思います。口腔内には300から700種類、そんなにいっぱいいますの細菌がいます。種類ですからね、あの数ではないです。数は何億、バイ菌の多い人だったら何十億といいますその中に虫歯菌と歯周病菌がいます。虫歯菌は有名なところでミュータンス菌と呼ばれますが、ストレプトコッカスミュータンスという名前があります。とストレプトコッカス、ソブリヌスという、菌もありますが、まずストレプトコッカスミュータンスが虫歯の原因と、原因菌として代表的なものです。また、歯周病菌についてですが、レッドコンプレックスと言われる主に3種類の菌が大きく関与しています。レッドコンプレックスの図を、今回出します。この図はとても有名な、図ですが、とこの図のてっぺんにある、このピラミッドのてっぺんにある赤い部分、この赤い部分がレッドコンプレックスといって、とポルフィノモナスジンジバリス、とトレポネーマデンティコラ、とタネレラフォーサイセンシスという3種類の菌が、代表として、歯周病菌自体を占めています、まとめています。特にこのポルフィノモナスジンジバリス PG 菌と言われているのが、歯周病菌の中ではとても、強い菌となっております。次に2番目の虫歯がなければ歯周病にならないという題ですが、結論から言うと関係はありません。前述したように、関与している、菌が全く違うので、と虫歯は多くても歯周病にかかるわけではありません。実際に患者さんで子どもの頃虫歯が全くなく虫歯ゼロで表彰されたことされたこともあるのに、なんでこんなに歯が悪くなってしまったんだろうと言われたことがあります。しかも1人2人ではありません。虫歯になる方は痛みが出たり歯に穴が開いたり と歯科医院に行く機会がまだあります。しかし虫歯にならない方は痛くなったり困ったりしないので、歯科医院に LINE する機会がほとんどありません。そのため歯周病が進行してしまい、気づかずに歯が溶けてしまい、歯がグラグラになって抜けてしまうという記事を通ります。あまり聞きませんが、その逆もあります。虫歯はいっぱいあったが、と虫歯治療をして今では歯周病にもならず、綺麗な口腔内の状態を保っている方もいます。
次に3番目、虫歯菌や歯周病菌は、うつるの？です。虫歯も歯周病も、感染症です。なので感染しなければ虫歯にも歯周病にもなりません。歯周病は世界最大の感染症としてギネスブックにも載っているらしいです。歯周病も虫歯は歯が生えてから3歳までに感染しなければ虫歯にはならないと言われております。歯周病も同じで、歯周病の場合は今度は20歳前後ぐらいから感染し始めます。面白い話をある先生から聞いたことがあります。何年も歯科医院に定期的に夫婦で通われて患者さんで、歯周病も虫歯も安定していて全く問題がありませんでした。ある時期から 2,3 年間定期検診に、来られず、久しぶりに来られた、旦那さんが来られました。そうすると口腔内が中等度から重度の歯周病にかかっておりました。話を聞くと、離婚をされて3年前に、離婚をされて、で、今は再婚されているとのことでした。その歯科医師はそれを聞いた歯科医師は今度、奥様もぜひ歯科医院で歯周病の治療を受けさせてくださいとお話した、したとのことでした。その歯科医師は奥様を、見ていません。口腔内ももちろん知りません。ただその歯科医師は奥様から旦那さんに、歯周病がうつったと判断したのだと思います。そのくらい簡単に歯周病はうつります。この例にこのように歯周病は本当に簡単にうつるので予防というのが難しいです。感染予防となる と常に今のように、今のコロナの時期のようにマスクをして、で家の中でももちろんで、マイ箸、マイスプーン、マイディッシュなど揃えて、食事に関しても自分専用というふうに徹底的にやらないと、うつらないということは、不可能なのではないでしょうか。ということで4番目に行きましょう。4番目は虫歯の原因は抜歯の原因、ごめんなさい、抜歯の原因は虫歯と歯周病で、どっちが多いということ題ですが、今では歯周病で歯を失う本数の方が虫歯で失う歯よりも多くなっております。戦後すぐは本当に虫歯が多かったとよく聞きます。もうお子さんはほとんど真っ黒な歯がない状態、はい、歯科医院もベルトコンベヤーのように、こっちからこっちへ流れ作業のように治療を進めていたというお話は聞きます。もちろん私はそういう経験はありません。超高齢社会になっているからなおさら歯周病の方が歯を失うリスクが高いと言われます。言えます。虫歯は技術の発達とともに予防が進み、だいぶ防げるようになってきました。虫歯にならない子どもたちも、当たり前のように、なりました。当院でも虫歯ゼロの子はそんなに珍しくありません。しかし大人になってから感染を引き起こす歯周病に関してはやはり抑えきれないのが現実です。また20歳ぐらいに感染し始めて、で90歳までの期間、まあ90じゃなくても、平均寿命は今86歳で、100歳を超える方も今、そんなに珍しくなくいらっしゃいますので、
そうするとほぼ80年の期間があります。その間に歯周病は、歯周病に感染する、リスクはとても多いです。歯周病が進行してしまい歯がグラグラになり歯が抜けてしまう、考えてもなんとなくわかりますよね。それと日本では歯科受診率が3割満たないと言われています。歯科医院にかかられない方の方が断然、多いということになります。10人のうち3人しか歯科医院にかかられてないということです。この受診率に関しては私たちもいろんな啓蒙活動をして上げていきたいと常々思っておる、いることです。で、5番目ですが、虫歯と歯周病どちらも治ると、治ると期待させたいのですが、虫歯も歯周病も治りません。とても雑な言い方ですが、治癒、例えば腕、切り傷を作りました、そこが治ります、自然に治ります。なのでそういう、治癒に関しては歯科はないです。なので虫歯ができてきて、歯科医院で、治療する、これは治療ではなくて修復といって、歯を削って虫歯の部分を取ってなくなってしまったその歯の部分を補う、他の材質で補う、置き換える、決して治癒ではなく、これは、修復なので削ってしまった歯は絶対に戻りません。歯周病も同じで、歯を支えている、歯耳骨、歯槽骨とも言いますが、歯槽骨ですねとも言いますが、溶けてしまった骨は戻りません。再生医療としてオペもありますが、オペで骨を作ったり退縮してしまった歯茎を元に戻したりすることも可能ですが、とても一般的ではありません。ましてや歯の割っている全部の骨、歯周病は限局的に1箇所溶ける場合もありますが、全体的に歯周病というと骨を溶かします。なので全部の骨を作るとなるとかなりの外科的侵襲があります。それならば進行して困るのではなく、進行する前、骨が溶ける前に定期的に歯科医院に行かれて歯周病安定期治療 SPT1、SPT2 と新しく数年前から制度が入りましたが、日本で初めて入った歯周病予防処置として日本で初めて入った保険適用の処置です。歯周病安定期治療に持って行ってあげた方が歯を守るという意味ではとても有効的だと思います。これまで、まあまあ怖いお話をしてきましたが、まとめます。本当に極論みたいな話をしてきましたが、虫歯も歯周病も口腔内のバイオフィルム、プラーク、歯垢、細菌ですね。今バイオフィルムと言いますが、バイオフィルムの中に存在する菌です。口腔内にいる菌です。口腔内常在菌です。ですので、プラークコントロールがとても大切になってきます。ご自分で、ご自分で毎日行う、セルフケア、歯ブラシですね、歯科医院で定期的に行うプロケア、歯石を取ったりとか、スケーリング、SRP などですね、PMTC ももちろん含めての両立はとても大切です。ご自分の歯はご自分でしっかりと守ってください。私たち、歯科医院でできることは、お助け補助
ぐらいに考えて自分で守るんだというような気持ちでいてくれると嬉しいなと思います。虫歯も歯周病もとても怖い病気です。なので進行する前にしっかりと早期発見早期治療を心がけてください。いつまでも綺麗な歯で素敵な笑顔をいっぱい周りの人に振りまいてください。